取材されたと仮定してですよ、メールするとしたらこんなメールを送ってください。どのぐらい売れ、また新たにこういった話も舞い込んできて、で業界の中でこんな変化が起きているときにこういうことができるというのは心で幸いですみたいな、このメールの中に何が入っているのかっていう、感謝ですよね、相手への感謝、事後報告ですよね。それからその時にさりげなく業界の動きを入れ、自分とこの動きを入れてますよね。プラス自分の業界の他の話題もちょっと入れてるっていうメールですよ。これ捨てられないでしょ。